ちょっとお前の連れだろあれ、ひもじい。もうなんとかしろ。あ、なにこれ。あ、なるほどね。この地下から地下から行けよっていう話だろうけど、地下から行ったら迷子になるわ。迷子になってまうわ。あっちから行くわ。地下への行き方は得手の自由だろ。好きにさせてくれ。こう来て、ここ曲がりのこうで、こうの、あ、ちょっと捕まったで、一旦左にガッと行って、だんだん坂から一気、あ、やばい、危ねえ、今のセーフか。だんだん坂から一気に降りる、それが一番手っ取り早い。そして通り過ぎていく。どけ、撃ち落とすぞ。で、鬼時間には気をつけてね。鬼時間だけには本当気をつけて。鬼時間は超怖いからね。まあけど鬼時間が来たらね、あれだもんな。美味しいっちゃ美味しいもんね。こう来て、こっち。で、あとはここ入るだけ。よし、持ってきたよ。握り飯持ってきたぞ。気持ちいい。おにぎり侍の代わりに大量のおにぎりを食べさせて満足にさせちゃうんでしたね。梅おにぎりを20個バッチリ持っているはずですよ。どうです、早速気持ちいいたちに食べさせます。もちオッケーオッケー、食え、ひもじい食え。お前さん、そのおにぎりわしらに。ありがてや、ありがてや。わしらで大事に食べるからの。これだけあればしばらくはひもじい思いせんで済むわい。効果抜群ですね。それではおにぎり侍に報告しに行きましょうか。これでもう狙われなくなるはずだよね。うん、よし、これで握り飯麺が仲間になるわけね。うん、握り飯御膳がね。うん、ここちょっと、よしで、裏から回んなきゃ入れないからね。不便すぎる。この通路は不便すぎるぞ。三角色のおにぎりシャーか。三角のおにぎりシャーだな。エテ殿、地下水道はどうでござったか。それがさ、たくさんのひもじいがいたんだ。やつらにあったでござるな。あの妖怪たち、拙者をしつこく狙ってくるのでござるよ。やっぱりひもじいのことだったんだ。まあ、もうおにぎりも食べさせちゃまっちゃうね。ひもじいにおにぎりをたくさん食べさせてあげたから、もうおにぎり侍が狙われることはないと思うよ。それはまことか。では改めて地下水道へ向かうでござる。そういえば地下水道って他に何用があったわけ。恐ろしい妖怪ってひもじいのことだったんじゃ。いやいや、拙者が最初に聞いた地下水道の妖怪とは、あのひもじいたちとは別の妖怪でござるよ。そうだったんだ。その妖怪を探している時に足止めを食らったまででござる。では行くでござる。さらばでござるよ。エデ君、私たちも一緒に行きますせん。その恐ろしい妖怪のこともちょっと気になりますし。そうだね、おにぎり侍、俺たちも行くよ。かたじけない。では先に向かっているでござるよ。あ、まだ続くか。オッケーオッケー、じゃあ追いかけるわ。じゃあ追いかけよう。しっかりね、最後まで見送るのが、家に着くまでが遠足ってことだな。うん、待て、なんだこの永久妖怪の反応は。永久反応がする。永久妖怪の反応、これは何としても。なんだこれ、ゾロ目大明神、かっけえ。なんか目がダイスになってる、超かっこいい。
嫌いじゃない。何が好き？何が好き？駄菓子。オッケー、わかった。駄菓子が好きか。じゃあ一番駄菓子の中で高価なやつをあげよう。さあお仲間になりたまえ。さあやっちゃって、ときめき百鬼百行。ちょ、ほんとかわいいよなこれ。超かわいいな。さあ、そうだ、あのツイッターでね、この画像なんかあのツイートあのね見ました。ありがとうございます。超かわいかったです。さあ、ワルニャン、ワルニャン、お前のワールっぷり見しちゃってくれよ。お前の本気のワールさを、しびれるワールさを見しちゃってくれ。ワルニャン、すっぱりよろしく。お見事。さあ、仲間になってくれ、仲間になってくれていいんだよ。全然ウェルカムだよ。エテはウェルカムだよ。なかったことにしよう。今何もなかった、何も出会ってなかった。あんな目がサイコロみたいなダサい魔物には会ってない。うん、クソダサいし。けどああいう奇術師系のね、奇術師系は好きだからね。で、ヒソカ大好きだから。うん、よし。あ、いた。おーい。あ、おにぎり侍、これで、ここも通れるようにって。あれー、ひぼじー、おにぎり食べていっちゃー。さっきあげたばっかじゃん。おにぎり全然足りなかったじゃん。もしかしてです、ひぼじーたちおにぎり全部食べちゃって、もうお腹が空いちゃったのでは。これ以上近づけないでござる。おにぎりじゃん、ちょうどいいところにでっかいおにぎりがおるわい。おっ、気づかれたでござる。よし、こうなったら、もしかしてついにひもじいたちを懲らしめ、逃げよう。そっちか。はあ、ここまで来れば平気だよね。恐ろしい相手だったでござる。あなた限定ですけどね。でもどうしよう、このままじゃおにぎり侍地下水道を進めないままだよね。ですね。一つ方法があるかもしれぬ。どんな？拙者たちおにぎり侍に伝わる言い伝えなのでござるが、おにぎり侍が激しい修行を続け剣の道を極めた時、鬼を焼く者と呼ばれ最強のおにぎり侍になれるという。その名も焼きおにぎり。まんま焼きおにぎり、ますます美味しそう。拙者が焼きおにぎりになれるほど剣の道を極めたならば、やつらひもじいたちにも打ち勝つことができるやもしれぬ。これってそんな大げさなことなのでしょうかね。でも修行か。エテ殿は多くの妖怪と共に戦っているでござろう。拙者もビシバシと来てあげてくださらぬか。うん、いいじゃないですか、またお友達妖怪が増えますよ。それはそうだけど、五章でござる。どうか拙者の焼きおにぎりを、拙者のおにぎりを、焼きを、焼きを、おに、分かったよ、おにぎり。一緒に行こうか。かたじけない、このご恩、一生忘れないでござる。お、いいね。おにぎり侍、おにぎり侍、おにを切るん。けど結構強そうだよね、おにぎり侍。うん、ちょっと雰囲気見て、ちょっとデッキにね、我がパーチに加えるかどうか考えよう。改めてよろしくね。今後ともよろしく頼むでござる。そうでござる、拙者が焼きおにぎりになれたなら、お主がいつも戦わせている6匹の中に入れて地下水道へ向かうでござるよ。 OK、 了解した、了解した。ってことはまだまあ継続中ってことでね、保留だな。保留多いな。それにしても、じゃあもう影村委員に行こうか。次はもうどんどんね、どんどんクエストやっていきたいからね。影村委員はこれ、
うん。確かね、もう近いよ、こっから。このエリアにいるので、横丁のね、お使い横丁の下の方だね。もう場所はバッチシですよ。もう一度行った場所は得てはいい、絶対に忘れない、そういうプレイングをしていますので、うん、ね、長き訓練を積んでね、専門学校も出てるのでね、うん、間違いない。ここあれ、入れやんぞ。あ、こっち、ちょ、あ、ちょ、漢方。よし、じゃあ入っちゃおうか。よいしょー、聞いたよー。ちょっと、日記をしちゃったけど、まあいいか、日記書いとこう、せっかくだ。で、入れ替えましょうか。おにぎり侍を連れて行きたいので、よし、控えで、おにぎり、あ、ランク D なんだね、セットしようで、受けて、はい、もうね、あえてひもじいの横に置くと、あえてね、あえてひもじいとちょっとセットにしてみるみたいなね。やっほー、クククワクワクしてきたねー。来たよ、前田っち。まずは情報収集ね。昔この病院で何があったのか書かれているものを探しましょう。そんなのあるわけ、あったあるんだね。日記帳だね。この病院の院長だった人のものみたい。何何？破れかぶれ院長の日記1。私には大いなる目的がある。そのためには犠牲が必要だ。究極妖怪アマテラスを作り、その力で世界を私のものにする。野望を実現するため私の研究は始まった。やべえやつだな、こいつやべえやつが院長やってたんだね。究極妖怪ですって、楽しくなってきたわね。おお、出てるよ、後ろ。これでお化けでも出てきたらもっと盛り上がるのにな。言ってるそばからなんだか妖怪の気配が。僕の縄張りを荒らすやつ許さないぞ。いいぜ、許さなくていい。うん、よし、どんどん技使っていこう。強いんかな。あ、うわー、やはりちょっとレベルがな、あれだな、やべえぞ。あ、やべえ、打たしちゃった。悪にゃん、落ちるよな。ちょっとまずいな、ガチメンじゃないとちょっと厳しいかもな、これガチ面じゃないと厳しいな。どうしよう、入れ替えるか。ちょっと入れ替えます、ガチメンバーにします。やられた、びっくりした。荒井くん、どうして歯入っているの。リサーチは始まったばかりだよ、根を上げるにはまだまだ早いね。さっさと行くわよ。ちょっと置いてかないでよ、ちょっと待ってくれよ。どうしようかな、おにぎり侍だけ入れて、あとはちょっとガチメンバーでいこう。えてのガチメンはね、まあもちろん、心オバー、心オバーと、ひもじい、ちょっと帰れ。けど、ワルニャンはちょっと外したくないな。これでいいか。で、手持ちをね、ちょっと場所変えとこう。これでいいか。うん。よし。左側ですね。
けどさ、ここも結構探索してないから、ちょっとある程度ぐるぐる回ろうと思います。あのお宝がね多分眠ってるので、あの結構スルーしてきたるからな。うわー、結構グイグイ来るね、グイグイ来るね。うんこする、うんこ。うんこはしない。グイグイ来るもんな。ここら辺とか入ってないもんな。まあ何もなさそうだけどね。左の部屋は宝は取ってるもんな。よし、これも取ってる。あー、しまってー、しまってー。まあ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 、ぶち殺していこう。ただ意外と強いからね、ここの敵意外と強い。おお、必殺繰り出しちゃって。どうやら影うろちって結構レアみたいですね。うん、なんか S ランク妖怪でなんかレアみたいです。今さらだけどね。うん、ごめんね、ちょっと疎いから。本当に妖怪に関して結構疎いので、ポンゲ疎いのでね。誰がうざい、誰がうざいや、疎いだけや。で、こっち側行けないと。多分ね、この後多分そのまま2階に行かなきゃいけないと思うんで、1階戻って、ここなんか落ちてそう。落ちてる？落ちてない。1回戻って、あ、ここ入れる。あそこ奥に行けないな。あ、行けた。宝トミー、ゴールに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 シュー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 エキサイティング、シュー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 、相手をボールを相手のゴールにゴールにシュー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 。うるさいね、ごめんね。ごめんね、うるさくてごめん。つくだオリジナル。バトル動画。あの動画めっちゃ面白いからね、ほんとに。ちょっとあんた、すごいもの見つけちゃったよ。何見つけた？これ見て。何これ？何かがはまりそうな穴よ。ほんとだね、確かに。なんか機械っぽいけど。あんた知らないの？ホラー界では超有名な仕掛けだよ。何かがはまりそうな穴に穴があるってことは、ここにはな、ここにはめる何かもあるはずよ。心霊研究部の名をかけて絶対に見つけ出してやるわ。じゃあ先行くから。だから置いてかないでって。ってことは2階だな、次は。もう1階はもう宝も制覇しましたので、サクッと階段上がって2階行きましょう。こっちで、2階もまたちょっと探索させてくださーい。ん？閉じ込められてるやん。ざま、ざまねえや。あ、おったおったおった、拾ってくよー。お、 A201 号室の鍵。なんか怖いわ、もう A201 号室の鍵とか怖いっす。ここは何もない。で、これ上に上がるとこだからね、ここは。上に上がる、ここは開かない。ここ行ける。ここ行ける。で、ぐるっと回って、ここ宝ある。あ、妖怪反応。あ、あ、これ見つけたよ、前。前一回見つけたよね、これ。うん。リー夫人。仲間なってくれんか？おほほほほ、あなた喉が渇いたわ。最高級ミルクティーを持ってきなさい。明日のパーティーでキルドレスを今すぐここに用意しなさい。私の言うことが聞けないの？殺す。ふん、わがまま言いやがって。
リー、おめえに飲ませるミルクティーはねえ。おめえに飲ますミルクティーはねえ。よし。トゥルルルトゥ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 ルルルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥ。もうこのガチ面で負けるわけがない。ガチメンバーが負けるはずがない。ナイスパンチ。ジバニャンがサボっておる。サボるなサボるな。撃て撃て。おお、まだ2体残るか。取り付かった。トン、トン、トン、よし。おお、必殺打ちおるよ、必殺打ちおるよ。止めろ止めろ。ナイスマッチ。あぶね、おにぎり侍出してた。一撃食らってたら確実に落ちてたな。よし、おい、ほほほほ。マジかよ。